さあこの回は注目の4番海老名から始まります。青森商業強い打球レフトへファールです。この打球です。これがこの海老名の力強さ。素晴らしいです。ファールになりましたけども、プロも注目するスイングです。わずかにボールの外という判断でしたね。これを見せられると青森のバッテリーも気をつけなくてはいけませんよね。そうですね。もう甘い球は絶対放れませんよね。はい、鋭い野球ファールです。スイングできたんじゃないですか、うん、もしかしたら流れを変えようと何か狙ったスイングだったかもしれません、はい、しかしこうやってしっかりとボールを見極めてチームのために塁に出たいと話しているのがこの海老名です。顔のあたり、いやこれまで海老名と対戦しないというチームもあったんですが、青森高校は、まあ、ランナーもいないこともありますがしっかりと勝負をしてきています。レフトへ深みに守っているレフト、その頭上のゴール。海老名4回裏反撃のホームラン。注目の4番バッター今ホームイン、反撃の1点が入りました。